皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は物探し脳トレです。画像の中から指定された絵がどこにあるのか30秒の制限時間内に探してください。探す絵は3つです。集中することで脳を活性化させましょう。それでは1問目です。夏の風物詩の絵です。この中からビール、太鼓、綿菓子の絵を探してください。終了です。答え合わせです。ビールはここでした。太鼓はここにありました。綿菓子はここでした。夏のビールは美味しさが増しますね。それでは2問目です。またまた夏の風物詩パート2です。この絵の中から提灯、温度計、蚊取り線香を探してください。終了です。答え合わせです。提灯はここにありました。温度計はここでした。蚊取り線香はここにありました。見つけられましたか？最後の問題です。ハロウィンの絵です。この絵の中からコウモリ、ドクロ、十字架の棺桶を探してください。シルエットなので少し難しくなっていますね。終了です。答え合わせです。コウモリはここにいました。他のコウモリと表情が違いますよ。わかりましたか？ドクロは真ん中にありましたね。十字架の棺桶はここでした。以上で問題は終了です。すぐに見つかりましたか？今回の問題は、知の種のホームページで無料プリントとして公開していますのでご利用くださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。